ね、ブレイクダウン。どうして何にも言わないの？言っていいの？ブレイクダウンの皆さんじゃないんだよね。皆さんの中の約2名。ミナ。ミナ。ブレイクダウンのミナです。キトンのもちゃです。あの自己紹介してくださいちゃんと。私のお隣にいるのが水島。え？私のお隣にいるのがベースの水島です。そうよ。ちゃんと答えてください。私が森田です。森田さんですよ。そう、森田さん、ベースの。ベースの森田さん。はい。そしてこちらにいらっしゃるのがベースの水島です。嘘ばっかり。二人ともベース？どうしてどうなん？嘘。この人は小森さんですよ、有名な。小森だって。あ、小森とか言っちゃった。京仏寺の小森。小森さんじゃないよね。お母ちゃん、皇帝な。どうしてちゃんと名前言わないの？え？僕言ったじゃん、ちゃんと。じゃあ、ほら、さあ、もう一回言うの、僕。森田でーす。僕、はったです。はった与一郎さんです。はったさんは、担当は？はったさんは？担当は？僕は見たかったです。年取ってんですよ。すごいな、それ。もっちゃん、もうほら、いつもの感じで。やってくださいね。そう。うん、ほら顔がやらしいでしょ。なんか最高だね。紀藤さんと呼ばれる。なんで紀藤さん。大切でいいでしょ。頭痛い。ね、うん。何言ってんだろうね。ここ読まないとほら。そう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 。台本読まない。たまにね台本読まなきゃいけない。そうそうそう。その時黙ってんのね。あ、いや別に黙ってなくてもいいよ。はい。別に何言ってもいいですよ。この後ですね。誰が頼むかね、この。そんなこと言わないで。この後朝5時まで盛りだくさんだって。盛りだくさんの内容の中から、え、朝5時まで僕もいるの？別にいいよ、そこで寝てても。やだね。かいつまんで言いますと、和田明の正論ミュージック、すごいな。それから金森真一と荒木岳のスキャンダルしちゃいました、うんうん、それから桃から生まれた桃太郎、お当たり前だ ね次はね、赤坂小町の桃子学園こだわりベスト5、これがいいよ。赤坂小町、うん、さっきね、うん、あのこう入ってくるときね、うん、車止まってました。キャワイイの。その人に聞いたの、ここの入り口を。そうですか。わけわかんないんだもん、ここ。それからね、いきなりですね、お茶屋のかんちゃんのね、夜のお茶の間っていうね、うん、本当にお茶屋さんなの。ちょっとひょっとして、あの洗濯屋けんちゃんからヒントやった。そうですよ、大体そうじゃない。簡単な、イージーよ、二番煎じのお茶屋だから。あ、うまいね。うまいね。はい、それで。はい、どうぞ。モスラの私はビデオですね。モスラってあなたが、私でモスラって言われてることね。大事、うまいことつけたもんな、ね、でしょ、なんかムクムクしてて幼虫の方ね。幼虫の方、あの、幼虫の方モスラってほらだん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 バラになってるじゃん。ドキ、それだそれ、やっぱうるさいな、ドキ。この辺もほらだんだん、ちょっと何この人、すごい雰囲気になってきた。それではそれから最後で、うん、アルバム特集と続きますね。おっぱい触っちゃった。本当？ラッキーなやつめというところでですね、ブレイクダウンの曲をじゃあ早速聴いていきたいと思いますが、そうですね、ではですか、あのブレイクダウンの、じゃあ森田さんから1曲目は何ですか？忘れちゃったの？何ですか？アイドンケア。アイドンケアですね。はい、はい、どうぞ。よろしく。
そうですね。何ちゅうアルバムやねん。え、何ちゅうアルバム知らんわ。知らんわって自分いい加減だ。いい加減だ。あ、ライブ。あ、ライブってのあ、ライブっていうの。あ、ライブ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 っていうのとさ、あ、ライブっていうのあがつくの。あがつくのね。あ、ライブ。おじゃない。おライブじゃない。あ、ライブ。どこで、どこでやったライブなんですかこれ。これがね、渋谷のね、アライブイン。アライブイン。へアライブイン。そうなんだ。へえ、そっか。このアルバム全部じゃライブ、うん、ライブレコーディングなんだ。いや、それがね、最後はね、最後かどうか知らないけども、うん、1曲だけ。うん、1曲だけスタジオで。あ、ほんと。せこいスタジオで撮ったんですどこですか、ちなみに。ここにそっくりな感じの。あ、こんなぐらいする。どこなんですよ。なんだっけな。忘れた。なんて言うけど、忘れた。なんか、東京東京だけどさ、うん、覚えてない、うん、覚えてない、なんかこんな感じこんな感じ、うん、怖いとこだったの。出前の残り子いっぱい残っててさで、ね、スタジオでねやってくれる人がね、うん、一人でね、うん、でその人の知り合いが、うん、なんかその前の日に、うん、刺されたとか言ってね怖いじゃんすごいね、それもバカ怖いじゃん。そんなことあったっけ。そうだよ。怖いですね、長井くん。メンバーは長井くん。メンバーは何人。メンバー4人です。4人。ギター2人とベースと太鼓です、うん、シンプルなんですね。でもね、うん、僕たちはね、うん、ウエストロードもそうだけど、うん、RC とかね、うん、僕たちで、うん、梅津と片山を救う会社これは入ってますね、生活向上会のね。あの人たちは、ね、それだけじゃ、ね、食えないからねでも今売れてらっしゃるじゃないすごいね、うん、あの人たちをね、救う会社を作ってすごいじゃんそれ。やっぱ顔見てたらやっぱりね、使おうかってなるから。片山君なんかね、うん、もうただのね、のんべですからね人のことあんまり言えないじゃないですか。言えないっていう。僕はただじゃないもん、お金払ってるそりゃ、当たり前だっつうんだ。すごいね、まだまだ続きますのでね。はい、ほや CM だってよ。どうぞ。僕らはお金が欲しい。でもそれは手段であって目的ではない。アルバイトをしながら気持ちのいい汗かいて、つまりとにかく快感体験したいのです。アルバイトを見つけるペーパーマガジン。あなただけのメモリフォトスタンド、ハウスギャラリーフレーム。思い出の写真をいつまでも鮮明に。 It's nice interior。東急ハンズ後楽園アドホックにポエムが。ラジオ日本。はい、はい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 。もっちゃんの昔話っていうのがすごい面白いんだよね。そうですか。僕昔小さかったんです何が。昔子供でした。当たり前じゃない。今ちなみにおいくつぐらいなんですか。僕はね、33いや本当に。あったさんは？もうぞ36よ。年だもん。別に関係ないよ年とか。うん、関係ないよ。そんなこと言えないもんね。そうよ、人のこと。私今年26だもん。あ、まだそんな若いじゃん。ついていや今26でしょ。そうだよ。いい時いい時。何がいいの？いろんなほらテクニックさ。何のテクニック？コロナの監督だったらいろんな技知らなきゃできないじゃん。技。だってアドバイスするんでしょ。するけど、でもほら、その前にさ、何々ちゃん、何々ちゃんとか言ってさ、ここでもっとまた広げてやんなきゃダメだよ。ち
知ってた、うん、いやでも技とか技とか関係ない、相当運動かんでるね。もっちゃんレコードの話しよう。レコードの話しようか、うん、ね、うん、いいね。そうだよ、うんうん、昔子供だった。じゃあレコードの話よ。レコードの話早くしてよって。今日はゲストのブレイクダウンですね。はい、ゲストですよ。それでこれはいつ発売ですか。発売してるって。発売した4月、うん、何日21日だ1日、うんうん、全国レコード屋で売ってるの。それがねそれがね、ビビッとね、まあ、まあ売ってますよ、ビビットサウンド、うん、ね、知ってるの。だってビビットサウンドってやっぱりよく耳にしますよ。耳にします。耳にするだけ。ビビットサウンド。ビビットサウンドっていうよりは耳ちいサウンドとかね、いろいろ言われてるんですけど。めちゃくちゃ言ってるな。大丈夫かな。ねえ。でこぼって話してよ。え、二人で話すの？俺と畑さんで話すの？ダメだやっぱり。ブレイクダウンのことをさ、もっと。俺と畑さんで話すの？じゃあ、あっちゃんこれからブレイクダウンどうしようかな。いいね、そういうの最高。なんとかなるんじゃない。明るい。最高だ。でも向こうの人たち怒ってんじゃない？怒ってないよ。呆れてるだけ。すいません。どうせみんな知らないんですか。ただブレイクダウンじゃね、今までどういう活動をしてきたの。さあ、一日説明して長いもんだってさ、もう一日じゃ言えないもんだけど、どういう活動ってさ、こういうそのよくあるバンドがチャカチャカやってるじゃん、うん、一緒だと思うよね、うん、チャカチャカやってるなんかさ、八田さんの言うことはいちいち持って、そうね、なんかこうさ、うん、人のライフスタイルを否定するさ、何かがあるね。否定なんかしてない。そんなことしないよ。なんか自分の生き方否定してるそれが一番いいよね、うん、これでレコードは、レコードはの話の話、そう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 、レコードはね、今回のレコーディングは本当に大成功でした、うん、そうですね、お金も使ってないしあ、でもジャケット素敵だったよな、さっきチラッと見たら、ああいうなんか何でもないのっていいですよ、うん、それで、まあ売れたし、まあ上のロードにはかなわないけどね、そう、あんまりね、ソローダーすごいよやっぱり、そう、うん、日本一だ、日本一だ、どこが、うん、永井隆のボーカルが、あれは東洋一のね、ソウルシンガーだね。だってこの間来た時、ほら俺は日本一のブルースシンガーだって言ったよ。僕は東洋一と言いたね。東洋一、そう、東洋一永井隆は最高、本当にプロレスみたいな、すごい本当で、ブレイクダウン特にベースのね、小堀忠がね、あ、いいね、うん、小堀さん別にバンドやってるよね。そうそう、ギター弾いてる、うん、だから僕はね、ベースをやめさせたの。どうして。邪魔だもんきつい仕事減るからだから僕はさ、あの今までほら京都にいたでしょ、うん、で、去年からこっち帰ってきたの、うん、その時に、うん、ブレイクダウンだけじゃこれはきついなと思って、うん、ベースの個人的な仕事をね、うん、増やさなきゃいけないから、うん、その辺の締めてたのが小堀くんでしょ、うん、だから小堀くんギター弾きなさい、ギター弾きなさい、うん、と小堀くんのベースの仕事が僕に回ってくるまあこの辺はね大成功でした、ね、大成功ですね。でも簡単に言っちゃったら単なる足の引っ張り合いでしょ。いやいや、そんなことない。そうでもないの。お立て上げてね、うん、よくわかんねえな頭が痛くなってきちゃった。頭痛くなった、ね、次の曲は、次の曲、次の曲、うん、そうよ、かも、もう書けるんだから2曲でも3曲でも、あ、次の曲はですね、スタジオのやつですね。あ、そうなんだ、はい、覚えてたの。すごいすごい、ここみたいなさ、汚いとこだったの、ラーメンの汁が残ってるんだけどさ、うん、雪が降ってて、うん、アンプロスリーコロプションになって、うんうん、汚いとこだったらね、うん、そんなとこでもこんだけ素晴らしい、うまい演奏ができるという。でもそういうの関係ないんじゃない、場所とか。近藤佐之助のシンガーがね、もう一人いるんですよ、近藤佐之助っていうのがね、それがね、またね、八田さんとね、一緒ぐらいね、素晴らしいシンガーなんですねなんか顔がそうですか、はい、では聞きましょう。入道よりもいいと思いますよ。当たり前だ。さっきの入道フリスビーってはどこ行っちゃったんですか。いらないんだもん。じゃあ曲紹介どうぞ、はい、え、プレッシャー、え、プレシャスバーズ、そうそう、はい。Those precious words you say when I'm near, those precious words I love to hear. Oh, you've always failed in those same old lies.
生かしてるじゃん。いいでしょ、生かしてますね。すごいね、今ね。ね、すごいでしょ、近藤佐之助はすごいですね。東洋2ですね。東洋2、東洋1が長井隆。長井隆。なんでそんな長井隆先生のことその宣伝するの。長井隆、長井隆って1回言うとね、50円もらえる。今日言われてきたんでしょ、今日だってライブがあったんでしょ。はい、アドライブ紫。そうです、居酒屋紫でやってきましたね。で、他の人たちにも打ち上げしてるんでしょ、酔っ払い相手に。他の人たちにも打ち上げで飲んでるんでしょ。やってんでしょうね、聞いてるでしょ、水島。水島くんはすごいですね。そう。それであのライブの予定とかは、はい、よく聞いてくれます。今後の予定通りに。あれはですね、7月のですね、14日に渋谷のライブイン、うん、紫じゃないですよ、うん、ライブイン、そこでね、うん、あのマサイくんを囲む会。マサイくんだってみんな知らないけど。知らない人ですよね。あのマサイくんを中心にですね、うん、マサイくんが気に入ったミュージシャン、マサイくんの嫌いな人あんまり。誰が集まるか大体分かっちゃうじゃん、そんな。いや、すごいいっぱい。いっぱい。うん。いっぱい。いっぱい。来るんです。はい。それでどういう人たちが来るの。だからそのメンバー全部言ったら明日の朝までになりますよ。あ、そんななの。うん、セッションやっちゃうの、バーッと。うん、あのだからいくつかいくつかグループ作って、うん、それでセッションっていうと、うん、ほらよくあの演奏終わってから、うん、セッションやろうぜとか言ってさ、うん、あのどさくさのあのいい加減な感じ、うん、あのね、嫌、うん、でしょあんなの。そうじゃん、きちんときちんときちんとやります。マサイさんがお金払ってさ、スタジオでもう昨日から練習始めたんでね。もう大変ですよ、本当に。偉いな。厳しいですね、マサイ君は。殴られるぜ、本当に。もうちょっと自分にも厳しいと素敵な人なんですけどね。マサイ君、うん、いいじゃん、知らない人だ。そんなこと僕に言わさない。俺はただの飲み屋のマスターだって。うん、だといいんだけど ね。そんないいんだよ、マサイ君の話はいい。ブレイクダウンの話置いといて、はい、そう、ブレイクダウンの話。うん、ブレイクダウン。ライブ。あ、ブレイクダウン。ブレイクダウンはね、うん、月末ですね。うん、7月の。7月末。うん、26だよね。6ですね。26日ですね。高円寺。次郎吉ですね。うん、明日は太郎吉。次郎吉ですね。次郎吉。夕方ですね、これもきっと。そうですね、メロン吉はそうですね、7時半ぐらいじゃないですか。そうですか、はい。ライブインも夜だね、きっと。そうです ね、私たちどうしてもね、夜の人間わかる。でも、あの朝5時まではやりませんよ。そう、うん、きついお言葉。鼻にかけてきついお言葉。いいでしょ。ちょっと今日は芸やらないんですか。だって芸やりようがないもん。いや、なんか実況放送するから。何の。うん、だから今何をやってる。じゃあ、何ですかそれは。今のは短波放送。じゃあ、あのタクシーの無線ね。やってやってやってね。ね、ね、はいはい。あ、それからね、中華料理屋の三方館どこ行ったらいいのかな。あ、了解。という、タクシーの関係です。え、わかんない。そうだな。うまいよ、ちゃんと掴んでる。そうでしょ、うん、ね、おかしい。一生懸命なんだもん。そりゃ一生懸命やりますよ。私は芸人いいのでしょ。でも本当はね、僕は根が暗いの、うん、そう、うん、みんなそういうね、でも、うんうん、根が暗い人ってね、こういうとこでやってる、芸芸芸芸で、家帰るとじーっとしててね、あの奥さんがいるにもかかわらずね、うん、なんかするんですよ。分かった、誰か、なんとなく嫌だな。でお金のない時テレビ見てる人、うん、テレビ見て、うん、テレビ飽きた時には、うん、あの昼間は僕ら暇じゃない、うんうんうん、だからさ、することないわけ、うん、で、あのエロ本かなんか、エロ本って言っていいのかな、うん、いいんじゃない。エロ本はいいんですか、うん、エロ本見ながらさ、ほら、うん、ムラムラムラとか来てる、うんうん、で夜さ、うん、奥さん帰ってくるまで待ってりゃいいのに、うん、待てないんだね、これが、うん、でもさ、男の人がさ、待てないんだね、これが、それするときとさ、うん、また女の人とセックスをするんだ、違うわけでしょ。だそうなんだ、だからそれはまた違うわけでしょ。そうなんだ、君、うん、ある部分やっぱりこう、下山君何を言ってるのよくわかんないな。あ、君っていうのと下山君ってのは大体同じニュアンスですから。そう、はい、ほとんどよくわかんない。すいません。いいなや、うん、それも人生、うん、それも人生。
しやしやでしょ、うん、ね、だからさ、別にそれはいいんじゃないですか、うん、そのエロ本を見て、うん、シュ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 ってシュシュったことはしないよ、ね、どういうことですか、音しないよ、ね、桃空のことは付き合い古いのも、そう、古いのね、古くないよね、ブヤ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 しちゃっても嫌でしょいいわ、僕だってこういう体験好きだもんそう、ありがとう、うん、何なんです、私の話はいいよ、昔ひょっとして僕一緒に飲んだ時くどいたりしなかったよく覚えてない、一緒に寝ようなんて言わなかった、高校生の時にね、私よくライブ見に行ったりとか、そうそう、僕は京都のバンドとか見に行ったりとかしてたのね、不良何が不良なのよ、それでね、なんか見た記憶はあるから、古いと言えば古いのかもしれないね、中国人の時だから、中国人、中国人あ、中国人中国人なんて言っちゃダメだなんで日本人一緒じゃないの日本人、中国人、朝鮮人、アメリカ人、みんな一緒じゃないの、そうよ、ラジオ日本は差別しないんだから、ラジオ日本って英語で言うとラジオジャパンでしょ、そうそうそう、レディオジャパン、レディオジャパンここはあのロシア大使館の横でしょ、そう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 、ロシアの電波で妨害されるんじゃないあの人たちすごい、あのあれだもん、意地悪だもん、意地悪、ロシアの人たちって、イリアの好きもモレアショウ、甘く好き、うん、サラショウまずい帰ろうかな私もう帰れとかって思ってるんだよ向こうで、モスラさんはね、今夜あの僕らと一緒にね、うん、飲みに行くんだよね行きたいねあとで電話くれる、ここに軽いな私大丈夫かなケンシーどうしたの、もう眠いよ俺よダメ、お仕事だよお仕事、うん、もう楽しくやろう楽しく、ね、あなたはずっとお黙りになってて、そう話聞いてるんですよ、うん、いいな、それで金もらえるの、金もらえませんあ金もらえない、何も告発の話、やっぱりな、もうせこい会社だと思うそういうのはいいんですよ別に、うんうん、そう、でもね、僕はね、うん、こうあの初めてなんですよ、うん、ラジオですか、うん、レジオジャパン、レディオジャパン、うん、興奮してるな、興奮してる、緊張してる、うん、ズボン脱げないでね、うん、お願いさっきからパンツがチラチラしてるんだけど、あ、嘘嘘してるわけないじゃない頭痛いな、僕は大体わかるんだもん、え、見えるの、じゃあ何色履いてるってわかる、うん、履いてないよ、履いてるよ、履いてるの、履いてるよ、頭痛いな、というわけで、ハガキ読んだりしないの、ハガキ後で読むの、うん、ブレイクダウンにハガキ来てんじゃんこれ読んでもいっちゃう、ほら、あ、本当だケイスケさん、ハルヒさん、こんばんは、ブレイクダウンは最高ですねへえ。もっちゃん渋い、何が渋いというわけでですね、はい、今日はまとめに変えよう、まとめの今日はブレイクダウンのお二方、森田さん森田さんと八田さん、せっかくこれから面白くなるのにまだ飲みが足りないんだ、きっと陰謀というかね、時間のいやダメ、陰謀ですよ、陰謀ですよ、聞き間違えたのよ、僕陰謀つったんですよ、うん、私陰謀って聞こえたの、え、うん、陰謀、いや陰謀ですよ、もうなんでこういう話になるんでしょうね、うん、いけない私いけないあなた、どうも今日はどうも今日はありがとうございました、失礼します、こんばんは、アイスハルヒのニューアルバム赤いペリキュア、胸の奥の真っ白な思いを全てあなたに打ち明けます、水玉模様ほか全10曲収録、アイソハルヒニューアルバム赤いペリキュア好評発売中、ポッポン、はい、続きましてですね、おっとおっと、唐突に来ましたけども、はい、クローズスクエアのコーナーでございましてですね、ほいほい、はい、うん、このコーナーの後半では、ギタリストの和田明さんが喋りまくる喋りまくる、最近喋りまくるようになったんです。